あの世で大事件が発生、悪の木の集合体邪念魔が出現してしまった。悪の木を吸い集め出現した怪物邪念魔。悟空たちはこの無邪気な怪物に勝負を挑む。すげえ気だ。ほらワクワクしてきたぞ。シュジャネッパジャネッパ。させたんはおめえが魔人ブーに続いて二人目だ。ジャネッパジャネッパ。勝負はこれからだ。邪念魔。やった。
悟空とベジータがフュージョンするなんて本当に最強のフュージョンだな。